徳川家康がオランダとの通称許可証として発行した主印上主印とは、朱色の印肉を用いて応印した印象のことである。講義では朱肉により押された印象全般を指すが、中でも特に日本の戦国時代から江戸時代にかけて書類に用いられたもの、もしくは現代日本での神社仏閣において参拝者向きに押されるものを指す。なお、継承として御主印と呼ぶこともある。 日本の戦国時代から江戸時代にかけて将軍、大名、武将などが命令、承認などを目的とした公的文書に朱色の印象を用いた。その文書を朱印状と呼び、朱印状自体を略して俗に朱印と呼ぶこともあった。律令制の公文書及び公式様文書において用いられた印は朱印のみであり、 国印は私的な蔵書印などに用いられたのみであった。そのため、正式な書類に押す印は主印であると考えられ、戦国時代に印板状が登場した時も当初は、国印状が先に出されていたが、後に主印状が登場するようになると、公式かつ重要な文書は主印を押した、主印状で発給される例が多くなる。これは、織田信長、徳川家康が重要な文書は、 主印状で、指針や雑務的な文書には、国印状を用いて分け、さらに彼らの家臣たちが遠慮して、もっぱら国印状を用いたことが大きい。ただし、主印状と国印状の境界線は、必ずしも明確ではなかった。もっとも、主因が用いることが可能であったのは武士などの支配階級に限られ、農民や町人は国印のみしか用いることができなかった。 明治元年9月に農民や町人の主因使用が認められるようになると次第に主因が広く用いられるようになった。なお、中世においては他者との差別化を図るために主因に代わって青や紫、黄色などの印番が押された文書も存在する。また、書画などの落観は必ず主因で行う慣例となっている。ありがとうございます。